皆さんこんにちは、リコです。各自治体独自の給付金が決定しています。本編では現在分かっている情報を分かりやすくお伝えしてまいります。ぜひ最後までご覧ください。今回の動画の目次はこちら。概要欄に目次を設定していますので、見たいところにスキップしていただけたらと思います。ちなみに本編以外にも様々な自治体の支援策を紹介しておりますので、合わせてご覧いただけたらと思います。それでは早速見ていきましょう。新潟県柏崎市。コロナ禍における原油価格、物価高騰などに対応するため総合的に支援しますとのことで掲載されていました。市民向けの支援として1つ目、令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、緊急生活支援事業給付金。対象は令和3年度及び令和4年度における住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給世帯で、1世帯あたり緊急生活支援事業給付金を1万円上乗せ。2つ目、子育て応援券臨時交付事業、柏崎キッズスタートチケットプラス。対象は7月31日時点で市内に住民票を有する高校生相当以下の子供がいる世帯、及び8月から令和5年3月までに子供が生まれた世帯で、対象世帯に子供1人2万円相当の臨時子育て応援柏崎キッズスタートチケットプラスを配布。郵送は8月下旬を予定しているとのことです。今後の動向に注視していきましょう。福岡県田川市。原油価格、物価高騰の影響を受けた市民の家計負担の軽減と地域経済に対する支援をするため、全市民に商品券を配布しますとの記載がありました。対象者は、基準日令和4年6月1日に田川市内に住民票がある方全員で、1人につき5000円分の商品券を配布。発送時期は令和4年8月以降順次ということでした。なお、利用期間は令和4年12月31日までということです。大分県杵築市。物価高騰の影響を考慮し、令和4年7月1日時点で住民登録のあるすべての市民の方に1人につき5000円分のお買い物券を郵送しますとのことで、市のホームページに掲載されていました。令和4年7月1日時点で、杵築市に住民票のある方すべての市民が対象で、令和4年9月中にゆうパックにて世帯主宛に世帯員全員のお買い物券を発送予定とのこと。なお、利用期間は令和4年9月30日から令和5年1月15日とのことでした。兵庫県明石市。明石市が市民全員をサポートし、市民全員で飲食店をはじめとした事業者をサポートする市民全員事業者サポート事業第2弾を実施しますとの記載がありました。対象者は令和4年8月1日時点で明石市の住民基本台帳に登録がある方で、1人当たり3000円分を配布。本事業に登録しているお店での飲食、お弁当の持ち帰りや宅配、タクシーや日用品などの購入も可能ということです。なお、本件を利用できる店舗については決まり次第お知らせしますとの記載がありました。兵庫県宝塚市。原油価格や物価の高騰などによる市民の経済的な負担を減らそうと、水道料金及び下水道使用料の基本料金の全額が減免されるとのことです。上下水道合わせておよそ3000円ほどの減額になるということ。対象となるのは2022年8月または9月検針分とのことで、減免の際の手続きは不要とのことでした。埼玉県三芳町。町ではコロナ禍における原油価格、物価高騰に直面する生活者や事業者への支援として、水道基本料金を4ヶ月間を減免しますとの記載がありました。2つの地区に分けて減免期間を設定しており、A 地区と B 地区に分かれています。地区の詳細は町のホームページに掲載されているとのことです。三芳町にお住まいの方はチェックしてみましょう。それではコメントで寄せられた地域について見ていきましょう。東京都練馬区、岡山県赤山市。
こちらの地域に関しては市民の支援策といった情報が出てこなかったので再度お伝えいたします。大阪府府内市町村に住民登録している18歳以下の子に1人当たり1万円のギフトカード等を配布する事業について配布時期のコメントをいただいておりましたのでお伝えいたします。おさらいですが、対象者は基準日令和4年6月30日時点で住民基本台帳に登録されているもののうち令和5年4月1日時点で18歳以下のものとしていて、こちらの配布物が届くとしています。スマートフォンで右下の二次元コードを読み取り、表示された画面に従いブラウザ、アプリで表示されたバーコードを見せると店舗にてご利用いただけます。配布につきましては、令和4年7月27日から配布を開始したとのことで、順次郵送なので、お手元に届くまでは少し時間がかかる地域もあるかもしれません。なお、個別の到着時期についてのお問い合わせには応じられませんので、ご了承くださいとの記載がありました。鹿児島県霧島市。令和4年度霧島市の緊急対応策第7弾を取りまとめたとの記載がありました。市民への支援策としては1つ目、出産祝い商品券支給事業。令和4年4月2日以降に生まれた子供の子育てに要する費用として3万円分の出産祝い商品券を支給するとのこと。2つ目、プレミアム付き商品券発行事業。霧島市内の店舗において期間限定で利用ができるプレミアム付き商品券を発行・販売するとのことです。プレミアム付き商品券についてはプレミアム率は 40% で1万4000円分を1万円で購入できるとしています。中でも低所得世帯に対しては5000円分の商品券を配布するとのことで、対象世帯は住民税非課税世帯で、世帯に1人でも課税対象がいる世帯は除くとしています。ここまで各自治体の支援情報をお伝えしてまいりました。今回は商品券の支援策が多かったんですが、購入ではなく配布が多かったので、それであれば地域全体に行き渡り支援策となりますよね。商品券配布の支援策を出している自治体は、やはり購入ではなく無料配布にしていただきたいところです。またまた異常なほどの暑さが戻ってきてしまいましたが、皆様体調はいかがでしょうか？水分補給と塩分補給ですね。その2つを忘れずにこまめにとっていきましょう。そしてもちろんコロナ対策も万全にしていきましょう。皆様いつも高評価コメント本当にありがとうございます。これからも給付金やお金関連様々な分野で皆様の生活のサポートができるよう頑張りますので、高評価チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。この動画が皆さんの参考になれたらとても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。